皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は There is 何々、この表現について説明します。この There is とか There are 何々というのは、何々がありますと、何々がいますという意味を表す表現です。この何々の部分が単数の時、 be 動詞 is を使い、この何々の部分が複数の時には be 動詞これ are を使います。例の1を見てください。机の上に本がありますという日本語に合うように、英文を作る時、下線部が2つあって、 a book on the desk、 あるものは a book ですから一冊の本ですね。ですから there、 その後ろには be 動詞 is が来て、 there is a book on the desk。 なぜ is かって言ったら、これ a book と単数の時なので is を使うんですね。2つ目、テーブルの下に箱が2つあります、ね。Two boxes、 あるのは複数の箱ですよね。2つですから、複数というのは2以上のことなんですね。箱が2つある、 Under the table、 テーブルの下にとあるので、この there の後ろ be 動詞は are が来て、There are two boxes under the table、ね。There are two boxes under the table。ボックスの複数形、ね。X で終わってるね。ES をつける、ね。これも思い出してくださいね。さて、この There is, there are の文章、ね。ありますという文章なんですけれど、疑問文を作るときですね。疑問文。これ、be 動詞を there の前に出します。例えば There is a library near the station。 There is a library near the station、図書館があります、駅の近くに、とこうなっていますよね。これ図書館駅の近くにありますかという質問の文章にしたかったら、 be 動詞の is を there の前に出して、 isThere a library near the station. There are library near the station. このようになりますね。で、Yes、ね、あるということで、Yes で答えたら、Yes, there is。こうなります。There は、答えは There is を使うんですね。Yes, there is。もしなかったら、No.There is not、ね、is not と短くして isn't、 これでも構いませんね。 Is there って答えるとき Yes there is、ね、No there is not、ね、このようになります。また否定文を作るときですね。否定文を作るとき、これ be 動詞の後ろに not を入れます。このルール、ね、どちらも今まで学習したものと同じですね。例の3を見ると、There are some girls in the park. There are some girls in the park.、ね、公園に何人かの女の子がいます。ね、女の子複数なので、B 動詞、are 使っていますね。否定文にしたかったら、B 動詞、are の後ろに not を入れて、There areAre not。 そして否定文になったので、 some は any になりますね。 Any girls in the park、ね、There are not any girls in the park。 こうなります。で、この not any というのは全くないという意味があるので、このことも一緒に覚えてください。よろしいでしょうか。今回は There is、 There are の文章、何々があるという意味の表現ですね。このことについて説明しました。この文章を疑問文にしたかったら、
B 動詞を there の前に出す。否定文の場合は B 動詞の後ろに not を入れる、ね、しっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。